はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガフロンティアリマスタード、アセルス編第2回やっていきたいと思います。前回ファシナトゥールからね、脱出してオウミに来たところになります。で、ちょっと燃料をね、整備が終わるまでこのオウミの町に滞在してくれと、言ってますので、ちょっとオウミの町を見て回りますか。宿屋の絨毯、綺麗な人が描かれている。誰かモデルがいるんだって。花びら、花文字、水曜が仲間を探している。水曜、その名の通り水と共に生きる下級妖魔。これはメサルティムのことですね。恥ずかしがり屋でめったに見かけることはありません。この湖のどこかに住んでいる。仲間が行方知れず、助けてあげましょう。あんたもう聞いたかい、領主様が水のせいの手当てをなさっている。早く湖に返した方がいい。水神様がお怒りになる。水のせいはもともと八着場のあたりに住んでいた。俺たちは水のせいの住処には近づかないようにしていた。シップ発着場ができたんで、水のせいがこっちに移ってきた。それで網にかかっちゃった。で、それを領主が助けて手当てをしているという、まあそういう経緯ですね。宿屋の絨毯、これか。これメサルティムっぽいね。モデルがいるって言ってたけど、メサルティムだね。で、お屋敷に行きましょう。勝手に入るけどね。何か御用ですか？勝手に入ってくんじゃねえよって。このお屋敷に水曜がいると伺った。それが何か？水曜が仲間を、その子を探しています。返してあげないと。出てってくれ。いや、待ってくれ。君たち何を知っている？さっきの話本当か？私はどうしたらいいんだ。早く湖に戻した方がいいのは分かっている。でも私は、とにかく水曜に会わせてください。話がしたい。わかりました、こちらへどうぞ。この部屋です。話はできないでしょう。彼女は一度も口を開いてはくれない。あなたは遠慮してください。高貴な妖魔の匂いがする。人間なのになぜ？気に障ることを言ってしまいましたか？いいや、本当のことだ。汎用アセルス、気高い響き、オルロワージュ様の血をいただいた。めっちゃビビってる。下船並みの私など消滅してしまいます。私はあの人じゃないから大丈夫。網にかかり捕らわれました。怪我をしているのを治療してくれたのではないのですか？大事にしてくれているのはわかるけど、人間は嫌だ。帰りたい。行こう。痛くもないところにいる必要はない。水曜を愛、望んでいないものを押し付けて縛りつける、そんな権利はない。あの人間外には出してくれません。確かにちょっと縛りすぎ、拘束しすぎだよね。メサルティム強っ。鍛えたもんね。ブルヘンでメサルティム鍛えたからな。知力74、妖魔の剣、モンキーライダー。これちょっと掘削に本当は変えたかったんだよね。ユニコーン、ミステリータップじゃなくて雪のせい。知力は高い。よし。で、どうだろう。一応なんか装備させとくか。強化服、強化服は変えるかな。変えないやつはちょっとやめとこう。まあ、こんなものか。で、アセルスは水耐性つけたでしょ。ちょっと白バも水耐性つけておこう。なんだっけ、イカと戦うんで、ちょっと対イカ用で、最初のメイルストロームは防ぎたいんで、パールハート、これで OK。 行こう。どこ行くんですか？気晴らしに歩き回ってもいいでしょ。
彼女がそうしたいのならいいでしょう。外には出ないでください。まあ歩き回るっていうか走り回るけど、いろいろ見てみよう。ゲナウいた。分身の術。地下室は危険です。地下室には近寄らないように。めちゃくちゃフラグだよね。しかしこいつは一瞬にして移動する。俺より早く。お前もヨーマなのか。ヨーマ消えて移動するからね。やつもヨーマの疑いが出てきたな。とりあえずこれもらっとこう。ゴーストキャノン、クリスナイフ。外側から鍵がかかってるってさ、どういう原理なの。内側から開けられない扉って欠陥品じゃね。しかも外から鍵かけて、あいつはじゃあどうやって入ってきたんだよ。絶対ヨーマでしょう。外から鍵かけてワープして内側に入ってきた。もうヨーマとしか言いようがない。宝をもらっていく。ラバースーツ、最高傷薬。でこの先行ってみよう。いいか、尋常に勝負。てかこいつさ、ゲンマがないと勝てなくない。普通にやったら、ゲンマ普通に攻撃をしよう。でゲンマの一撃。ネサルティムさ、メールストロム絶対効かないよね。まあ、ヨーマの剣、まあ、モンキーライダーは変えてもいいかな。ちょっとこれで攻撃しよう。ゲンマメイルストローム機関。白マナも一応ちょっと吸収できれば吸収しとくか。炭、そろそろ死にそうだな。ちょっと吸収を目的にやろう。機関、まだ一言あるかな。何、結構しぶといな。ヨーマはね、ちょっとこの作業が必要になるからね、吸収するために。あ、吸収できた。ちょっと見てみよう。いくつだったっけ。一回捕らえたよね、メスアルティメの時に。8か。微妙。まあ微妙だけど、今の白バラ何にもないからボーナスが、まあ、プラス8ということで、次はコテにつけたい。でこれは、まあ、せっかくだからやってみる。本当は左って終わりなんだけど、まあ、これがどうなるか。ブルー編ではやってなかったからね。宝を取ろう。そういう落ち方すんの。完全に悪空間じゃん。で一番下まで落とされますと。上に帰りましょう。ようやく戻ってきた。ってかまたこいついるやんけ。まあいいや、メサルティムなしでも大丈夫でしょう。野に返そう。湖の匂いがする。さよならアセルス様、ありがとうございます。っていうかそもそもさ、なんで領主の地下にさ、こんなすげえ敵が眠ってんの。さよならメサルティム。あの若者の気持ちを考えると素直に喜べない。いやちょっと縛りすぎだよ、さすがに。メサルティム、アセルス様と白バラ姫様の関係は日に日に強くなっていった。すべてが終わった後、アセルス様はこの頃のことを懐かしそうにお話になっていました。そのご様子に私は軽い嫉妬を覚えた。全然関わってないよね、ジーナ。白バラ姫様の主であるオルロワージュ様の激励に触れた。セアド、はっ、白バラを連れ戻してこい。手段は任す。白バラ姫を捕らえよ。傷つけても構わん。邪魔する者は殺せ。行け。シナリオ帰宅。帰ろ。乗せてもらう。シュライクへ行って、おばさんの家がある。カットできん。さあ帰ろう。アセルス戦はこれがあるね。
自宅。おばさん、あなた誰？アセルスだよ。髪の色が違うから分かんなかったんだね。どうした？幽霊なの？いなくなった時の年格好ままで。やっぱりアセルスは死んだんだね。何言ってんの？死んでなんかねえよ。本人だよ。私をたぶらかす妖怪かい？12年も前のアセルスの姿で現れるなんて。誰か助けて。てかさ、逆にさ、アセルス気づかないのもあれよね。おばさんが12年間老けなかったってこと？なんか疑問持ってよ。おばさん一気に老けたねみたいな。どうしたのみたいな。まあファシナトゥールは時の流れを意味は持ちません。アセルス様にショックを与えたくなかった。やっぱり私は化け物なんだ。12年も年を取らないなんて。白バラ姫様、針の城にお戻りください。ボルロワージュ様に逆らうおつもりですか？誤解です。言い訳はお帰りになってからにしていただきましょう。ダメな白バラ、白バラに触れるな。邪魔する者は殺してよいと言われております。炎の銃騎士。てかアセルス普通にちょっと技がない。ゲーム1300。ここが飛びす。石にはならないか、さすがに。ブレード多少は耐えられるな。まあ、まだ最初だからね。やっぱり現場必須だな。アセルスは普通にやると妖魔の剣を手に入れた。あのお方に逆らうなんて。白バラどこにも行かないで。私のことを本当に分かってくれるのはあなたしかいない。アセルス。さてじゃあどこへ行こうか。とりあえず仲間が欲しい。で今のところ何にも目的が示されてないんですけど、一回ドゥバンに行って資質を集めるカードを手に入れる。まあなんかサブイベントみたいなのをちょこちょこ進んでいくと勝手にシナリオが進んでいくんで、何はともあれ仲間が欲しい。4枚のカードをもらった。神社行きますか、せっかくだから。なんかイベント起こるかね、レイ姫様。まあ、まだ最初はね、なんもないと思うけど。嫌な匂いのする娘じゃな。いきなり何を。お名前教えていただけませんか。名乗るほどのものではない。特に何もないね。ならば声をかけるでない。怒られた。白バラに話しかけられん。帰ろう。で、空路の骸骨に話しかけて、ゲンさんの話を聞きます。ゲン。ゲンさん。坊主。若津。剣のカードが欲しい。剣聖の間。T260 も仲間にしとくか。生体エネルギー異常数値。機械にまでわかる。私が人間じゃねえ。てか仲間になんねえじゃん。メイレンは？あら、気にさったらごめんなさい。いいんです。何か分けありみたいね。こいつも仲間になんねえじゃん。クーンは？どうしたの？どっか痛いの？そうじゃない。心配してくれてありがとう。僕、クーン。クーンは私のこと怖くない。全然。私に座れちゃうかもしれない。座れるのは嫌だな。モンスターだからね。あ、ダメだ。仲間になんねえ。全然仲間になんねえじゃん。リュートにも声をかけとこう。よ、俺はリュートって言うんだ。さすがだな、リュート。お前のコミュ力、伊達じゃない。で、ルージュも仲間にしておきましょう。はい。じゃあ、一旦5人になったんで、まあ、装備品とかね、整えていきたいと思います。ゲンさん、めちゃくちゃ強えな。バーから。ちょっとエミリアも仲間にしたいんで、バカラによって、
金のカードのイベントを進めていきましょう。お客様飲むという精霊をご存知ですか？金を集めるのが大好き、本当にいるのかというイベントで、エミリアを仲間にしましょう。私に関わらない方がいい。勝手に仲間になった。ノムの住処。カードをもらいましょう。金は持ってきてあるんで。あれ誰だ、いつもわかんねえ。金くれ、金。金をたくさん持ってこい。金だ金だ、カードだ。カードが本当わかんないよね。どういう存在なの？管理者がいるの？誰か。そして若津へ。逃がしませんよ。そう、こういうポイントポイントでね、出てくるんだよね。しかしアセルスか、実際アセルスが一番弱いからね、この中で。長男ロザリオンインペール、久々だな、ゲンさん。そしてリュウトも新速三段突き。シャドウサーバント使う必要はないよね。ちょっとリバースグラビティとか見てみよう。入れるかな。4000、3000、倒したザコが。龍馬の小手手に入れた玄武の盾。追跡者にで、ぶっちゃけると欲しいのはカードじゃなくて、ちょっともう一本流星刀が欲しい。やっぱミリオンなら強いよ。終わりだ、サクサクやってこう。森の重機師アセルス、ちょっとほっと強い技を覚えたいけど、覚えることなく終わりそう。メンツいつも同じになりそうだよね。まあ、ゲンさん普通に強いし、ルージュ魔法強いし、エミリア銃強いしっていう。で、比較的どのキャラでも仲間になるから。オルロワージュの部下も大したことないな。足。第3の追っ手を破ったアセルス様でしたが、次の追っ手は今までの敵とは比べ物にならないほどの強敵だった。金獅子だな。はい、オルロワージュ様。なぜか血は騒いで目が覚めました。あなた様の血を分けた娘アセルス、セアトでは荷が重かろうと。そなたが行くのか。あなた様のために戦うことが私の務め。それに白バラ、妹姫にも会ってみたい。何故あなた様に逆らうのか。そなたを止めることはでき、行くがいい。結構優遇されてんね。 IRPO、 ちょっと盾のカードの話も進めましょう。ぶっちゃけカードはいらないんだけどね。ヒューズ少し鍛えとく。物分かりがいいな。ムスペルニブルに行くぞ。ドラゴン退治いけるっしょ、このメンツなら。ミリオンだら、ちょっとまずは敵を減らす。とはいえ二刀レップではなくミリオンだら、ダブルミリオンだら、ダブルミリオンだらで殺せんじゃないか。赤竜は問題は黒竜だからね。リバースクリ、これちょっと見たい。ただそれだけ。4030、石化ガス。あ、石化しちゃってるわ。リバースグラフィティ、そんななんかかっこよくはないな。しかも倒せなかったし。タイムリープじゃなくて、じゃあやっぱりバミリオンサンズだね。まあ、調布とかの方が多分いいんだろうけど、やっぱりルージュといえばバミリオンサンズ。
新速三段突き。雑魚が黒竜といえどこの程度か。プロテクター、宝をあさろう。1000円、ロードスター、結界石。結界石はいいね。ゴールデンフリースマン持ってればオクトパスボード T260G をやるときに役立つ。そして朱雀戦、まあ、こいつもパパパッとやっちゃいましょう。玄魔長弾、玄さんはそうか、ロザリオンインペルか。黒曜石でいこう。新速三段突きで、バーミリオン三つ。目標一旦くちばし三連携、8400、何結構強いな。スザク弱かった。ワンターンキル、でも結構上がるね。炎獣の皮、一応カードゲット。そしてなぜかヒューズがいる。ここはどこでしょう。答えは今日の提言です。ラスルス殿、誰だ。金獅子姫様ですね。最も勇敢な長期白バラ、あなたは最も優しい姫。その優しさで私の剣が止められるから。戦うのは私だ。この剣に屈しなかったのはオルロワージ様ただ一人。マイ、しかし俺には玄魔がある。そして強すぎる仲間がいる。これよくつながんだ。9400、禁止といえどその程度か。あなたの気持ちはよくわかりました。なぜ。私もかつてその気持ちを胸に抱いていた日々があった。妹姫様を頼みますよ。金獅子姉様が罰を受けます。構いません。あの方に罰していただけるならば喜んで罰を受けます。さらば。こうして金獅子姫は去った。その頃針の城ではこんな事件が起きていた。仕入れ損なったナスヤトヨ、何をだラスタバン。オルロワージュ様に取り入ったところで貴様のヨーマの格が上がるわけではない。てかヨーマの格ってどうやって上がんの。お前では私に傷一つつけることができない。ヨーマの格とはそういうもの。やってみなければわからん。来るか。お前が負けてもオルロワージュ様には黙っていてやろう。はっ、勝った。ラスタバに勝った。力がみなぎってくるぞ。あ、これ何、格上のヨーマを倒すと力を得られる。そうだセアト、壁を越えろ、破壊しろ。後にイルドゥン様はこれがラスタバン様の企みだったと語ってくれました。そうして謀反を起こさせる気かな。というところで、じゃあ今回はここで終了して、また次回やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。